Kaç demiş? Burama. ようこそ。何か用か？お前が己の使命を果たすために必要なものがある。それこそが、そう、理想郷のために必要なるは万物を裁く絶対なる力。お前ごとき人間が私のために働くにはもっと力をつけなければな。
そうだ。お前、試しに我の動きを真似てみよう。人間は神の模倣が好きだろう。そうして醜くはびこってきたんだからな。本来人間風情が偉大なる神の真似をするなど決してあってはならないことだが、だが神は寛大だ。お前に神への尊崇の面があるなら、その罪を許してやってもいい。特別に。ありがたく思えよ、人間。下等な人間にもこれくらいはできる。しかし、下等な人間ごときが崇高な神を必死で模倣する姿というのは実に滑稽だ。やはりお前、人間の割には存外マシな動きをする。もっとも神のような美しさは欠片もないがな。俺、お前のこと見直した。Thank you.
よーし、今日は私の管轄内である地球のパトロールに出かける。いいな。お前はスーパーエリートである私のサポートだ。きっちり私の引き立て役になるのだぞ。銀河の平和を守る選ばれしスーパーエリート、銀河パトロール隊員ジャコ参上。おほう、こいつらなかなかやるじゃないか。ピンチかも。ちょっとだけな。動けんのか。やっぱ無理かも。Okay.
だやるのか。スーパーエリートプロモーションビデオの撮れ高はもう十分だと思うぞ。まさかこの僕に戦いを挑もうとするとは、身の程知らずも甚だしいね。そろそろ部下に花を持たせてやろうかな。な、
よし、今日は私の管轄内である地球のパトロールに出かける。いいな。お前はスーパーエリートである私のサポートだ。きっちり私の引き立て役になるのだぞ。銀河の平和を守る選ばれしスーパーエリート、銀河パトロール隊員ジャコ参上。なんだふざけた格好しやがって。こいつなかなかやるじゃん。だけピンチかも。ちょっとだけな。Yeah!
だやるのか。私がかっこいいからか。褒めてやるぞ。
私はあなたみたいに楽しげなお顔の方は大嫌いなんですよ。この敵はとても素早いですよ。背後に回り込まれないよう十分に注意してください。見たことのない種族だが、美しくないものには死あるのに、ただものではないよ。私に勝てると思うなよ。なんだと？楽しませてもらえるぜ。
様以上だというのか。お前ならもうちょっとできるぞ。頑張れ。コンタクトの皆さん、もうヒーロークロシアムは始めたかしら。最新バトルシミュレーターで楽しむ衝撃の超フィギュアバトル。あんなヒーローやこんなヒーロー、みんながあなたの思うがまま。組み合わせは無限大。あなただけの最強チームを作ってちょうだい。ようこそ。どうも。お前か。待っていたぞ。なんじゃお前さん、何を身構えとるんじゃ。時の海王神様、俺たちに何か用ですか。
何です？俺の顔に何かついてますか？お前たちを呼んだのは他でもない、時々がどこかに逃げてしまってな、一緒に探してもらいたいのだ。時の海王神様、時々に嫌われすぎじゃないですか？お前さん真面目なのはええんじゃが、どうも悪人っぽいからのひどい言いようだな。私のどこが悪人っぽいというのだ？いや、その笑い方とかな。まあええわい、みんなで。おーい、とき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 。いいね、実に面白い歴史のねじ曲がりっぷりだ。まあでもさすがにやりすぎかな。そろそろ吸収させてもらうよ。バイバーイ。なーに不思議そうな顔して。体の調子でも悪いんですか？顔色はいいみたいじゃがの。あのね、のほほんとしてる場合じゃないのよ。コントントに新たな時の裂け目が4つも発生してるのよ。しかもその裂け目の調査に向かったタイムパトローラーたちが悪の木の影響を受けてんの。凶暴な心に支配されてしまい、見境なく暴れ回るようになってしまったんじゃ。今は俺たち二人で抑え込んでいますが、時の裂け目の調査までは手が回らない状態です。そこであなたに時の裂け目の調査と弱体化をお願いすることにしたのよ。何度も歴史改変の修正に当たったお前さんは時の裂け目の影響を受けにくくなっておる。おかしな影響を受けることもないじゃろう。しかし一人で調査に行ってもらうのは危険ではないですか？今回の時の裂け目が自然に発生したものとは思えません。トワやミラがいなくなってからも何度か歴史改変が発生しています。やはり何者かが裏で動いていると考えるべきではないでしょうか？そこはちゃんと対策を考えてあるわよ。調べたところ、今回の時の裂け目はコントントの住人に悪影響を及ぼすようなの。つまりコントントとは別の歴史から来ている人なら影響を受けないということよ。さあいらっしゃい。あなたの担任の先生を呼んできたわ。これならチームワークもバッチリよね。いいんですか？歴史に影響が出たりしませんか？時の裂け目は本来の歴史と切り離された時空だから、そこで何が起きてもだ。ま、そうじゃな、小安が入っても問題はないじゃろう。そういうことでお願いね。よくわかんないけど助けてほしいんだろ。別にいいぞ、暇だし。じゃあ一つ目の時の裂け目に案内するわね。ここよ。どんな歴史が
どういう風になっているのか中に入ってみるまでわからないわ。私とおじいちゃんは時の巣からサポートするから、あとはよろしくね。さて、ここはどこじゃ？なんにもない世界じゃの。おい、どうしたんじゃ？そこは、ウィスさんが作った空間ね。精神と時の部屋みたいなものよ。神の木に満ちている場所だから、うまく木をコントロールしないと動けないわよ。お前たちならできる。ほい、頑張れ、頑張れ。ここでは悟空くんとベジータくんがスーパーサイヤ人ブルーになる修行をしていたはずだけど。いちちちちちち、さすがウシさん、ビルス様のお師匠なだけあんな。くそ、もう一度だ。あら、おかしいわね。ウィスさんはここに来てないはず。いけませんね、ベジータさん。また心が乱れてますよ。誰じゃこいつは。あれあれ、君たちはタイムパトローラーだよね。そっか、ここまで来ちゃうんだ。ってことはここもダメなのかな。正体は分からんが、こいつが時の裂け目が生まれた元凶じゃろうな。
とりあえずぶっ倒してからゆっくり話し。やれやれ、自己紹介くらいは先に済ませたかったんだけどな。僕はヒュー、怪しいものじゃないよ。いや、どう考えたって怪しい。おい、一体何者なんじゃ。君たち、一体何を焦ってるんだい。ここは時の裂け目の中なんだよ。終わりと始まりの書には未完成な場所なんだから、どんな風に歴史を改変したって問題ないはずでしょ。さっきとは違ってさ。ここがどう改変されたって歴史に影響はないけど。ってなんでそのことを知ってるのよ。やっぱり怪しいやつじゃない。もらえないかもしれないけどさ、この時の裂け目もタイムパトローラーたちのことも僕がやったんじゃないよ。ちょっとタンナ、時の裂け目も調査に来た人たちのこともな、だからちょっと僕に協力してもらいたいんだ。協力ですって。おい、いい加減こいつらのことを説明したらどうだ。俺たちの修行を放っておいていきなり戦い出しやがって。ウィスさんとあんないい勝負するなんて、おめえら何者なんだ。あなたたちの特訓のために連れてきた方々ですよ。なんだよ、そういうことは早く言ってくれねえと。こっちはさっきからうずうずしてたんだ。ここは僕に話を合わせてほしいな。じゃ、遠慮なく行かせてもらうぞ。この力についてこれるか。悟空もベジータも本気で来とる。こいつはまずいんじゃないのか。あなた一体どうするつもりなの。答えなさい。まあまあ、悟空とベジータがブルーの力に目覚める前に僕を見つけて歴史を改変させる狙いはいいと思うけど、あんまり楽しくないんだよね。僕にもっといいアイデアがあるよ。なんてざまだ。俺たちが押されているだと。ブーの仲間みてえだけど、おめえブーより強いんじゃねえか。しかしこやつらなんちゅう強さじゃ。神の木をマスターするだけあるわ。どんどん気が高まっていく。これが修行の成果ってやつか。もうそろそろ何かつかめそうな気がしてきたぞ。ああ、無事にスーパー怪人ブルーに目覚めることができそうじゃの。ああ、歴史しようと思うか。だけどそれじゃつまらないでしょ。何をするつもりだ。これだけ気が高まったところに強烈なブルース波を浴びせたらどうなるかな。ブルース波って、やめなさい。すげえパワーがみなぎってくる。
これがゴッドの力だ。スーパーサイヤ人4が相手だよ。自分で引き起こした歴史改変ならエネルギーを吸収できるんだよ。もうちょっとできるぞ。頑張れ。僕がエネルギーを吸収しちゃったから時の裂け目が消滅し、ここで洗脳された人たちも今頃元に戻ってるは。いやー、それにしても面白いね君。スーパーサイヤ人4の悟空とベジータを相手にあそこまで戦えるなんてびっくりだよ。あー、たまんないな。端から端まで研究してみたいな。ねえ、ちょっと血を取らせてもらってもいい？大丈夫、ほんの一滴だけで。ダメ？おっと、いけない。そろそろ、ねえ、僕と一緒に来ない？君のことじっくり。コーナー！残念。でもまたすぐ会えるから、その時にね。ああ、もう逃げられた。こりゃおいて。自分で起こした歴史改変のエネルギーを吸収しちゃうなんて信じられない能力ね。じゃが、自分の手で歴史改変を起こすとは素直に賛成できん話じゃの。そうね、いくら時の裂け目の中の出来事が本来の歴史とは関係ないとは言ってもね。とはいえ、今回の異変をあいつが解決したのも事実だわ。フューが何者なのか、どんな目的があるのか、わからないことだ。残り3つの時の裂け目の対応とこの異変を生み出した黒幕の調査が残ってるわ。そうじゃな、フィウの言葉を信用するなら黒幕はまた別におるはずじゃからな。フィウのことも警戒しつつ、準備ができたら時の裂け目の修正を進めましょう。
ようこそ。ようこそ。俺様の邪魔をする気か？出てこい！殺してやる！バカめ！バカめ！痛い思いをしたくなければ、おとなしくドラゴンボールを渡すな。
には難しすぎたかもしれませんね。うむ。何か用か。さあ、神への敬意をここに示すのだ。その行動をもってな。行くぞ。今のは悪くない。お前にもようやく神の使いとしての自覚が出てきたか。殊勝な心がけだ。褒めてやろう。お前の動きも少しは様になってきたではないか。そろそろお前も神を名乗ってもいいかもしれんね。神もたまには冗談を言うのだね。全てのものは神。
神のもとにあり、神がいなければ何者も存在しえない。そう、今の人間どもは神である私に生かされているに過ぎ、生かす価値がないと我が決めた時、それがお前の、そして人間の最後なのだ。人間よ、しばしの猶予をせいぜい楽しむがいい。俺、お前のこと見直した。ちょっとびっくり。ふんふふのふん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 ふふふ。何か用か？よ、
うむ。よう。平和ですね。こんにちは。よう。よう。うむ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 。元気ですか？平和ですね。よう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 。
ても素早いですよ。最後に回り込まれないよう十分に注意してください。ドラゴンボールに注がれた欲望から俺は生まれた。貴様らの醜い邪念が俺を作ったのだ。私の力で凍らせて差し上げますよ。無駄に燃えているその闘志もね。どうしました？私はまだピンピンしていますよ。なぜです、この私が。この私が なぜ。Boas, como vai isso? Obrigado pelo host, amigo. Agradecido. Está tudo bem, ok? Oi, oi, consegues me ouvir? Olá, olá. Thank you.
やら力の加減を間違えたようだ。侮りすぎたというのですか。
おっほん、楽しい特別授業の始まりじゃ。くれぐれもしっかり参加するんじゃぞ。見せてあげましょう、戦いの真の姿というものをね。どうやら皆さんと引き離されてしまったようです。一人で合流してください。この力、あなたは何者なのです。どうしました、私はまだピンピンしていますよ。そうだ、どうしました、なぜです、この私が。
この私が。なぜ。なんだお前は。見慣れないやつだ。おお、想定外。
まだ完全体ではないと言ってもね。完全体になる邪魔をするなら消えてもらうぜ。待て、エキスを吸う。信じられん、バカな。この俺が、この俺が。
史上最強のこの俺が。お前すごいな、褒めてやろう。えらいえらい。今から特別授業を開始します。皆さん参加してください。こんにちは。おや、ようこそ。準備できたようじゃな。トランクスたちは引き続き暴れ回っているタイムパトローラーたちを抑えて。あなたには次の時の裂け目の弱体化をお願いするわ。時の裂け目ですか。今回もヒューが出てくるかもしれませんね。まあ十中八九おるじゃろうな。あいつには本当
びっくりさせられたわよ。歴史改変のエネルギーの吸収、信じられない。歴史の修正が難しいような場面ではフィューにエネルギーを吸収させるのも一つの方法ね。じゃが、あんな正体不明のやつを信用してもええんかの。そうですね、ただものではないのは確かですし、気を許していい相手とも思えません。あまり味方だと思わん方がええじゃろうな。まあ、時の裂け目の中の様子もよくわからないし、行ってみてから判断するし。じゃあ、時の裂け目に案内するわね。修正できるならいいけど、中の状況がどうなっているかわからないしね。歴史修正するか、フューの力を借りるか、どうやって解決するかはあなたの判断に任せるわ。退屈だ。9日後というのは長すぎたな。なら前哨戦というのはどうだ。貴様らか、どこから来たか知らんが、貴様らごときが今さら私の相手になると思うのか。今の私はお前たちを吸収し完全体になった存在なんだぞ。この歴史とやらには孫悟空が生きているらしいじゃないか。好都合だね。ようやく私たちにも目的ができるってもんさ。少しは楽しませてくれるようだな。なかったはずの戦いが起きるか。確かに悪くはない。そんなんじゃ全然足りないんだよね。ってわけで今回のゲストはこの人。俺の目的は孫悟空を殺すことだけだ。孫悟空を殺す。また旧型か。次から次へと。まあいい、セルゲームが始まるまでのちょっとした暇つぶしくらいにはなるか。この私がまとめて相手をしてやろう。セルゲーム、どうか見てみよう。所詮孫悟空の命もそこまでだと。やだやだ、それすらも待てないとは言わばるの。せんかけらぼう。やだやだ、何やで。それはお前が勝手に決めただけだ。孫悟空は俺が倒す。セルゲームは後でゆっくりと開催すればいいさ。
何なんだいあんたたち。人間ではないみたいな。何だお前。俺たちの目的は孫悟空を殺すことだけだ。だが邪魔をすれば話は別。孫悟空をかばい立てする者は全て倒す。孫悟空、ついに見つけたぞ。俺がお前を殺すためにつけられた。かきつなんだよ、梅たち。寄ってたかって、オラを殺すつもりだか。いきなり現れて勝手なことをするな。孫悟空を殺すのは俺だ。お前のやつも、俺の知ったことだ。俺が孫悟空だ。それはこちらのセリフだ。俺が殺す。勝手なこと言うなよ、おめえたち。ほら、誰にも殺されるつもりなんかねえぞ。バカにしやがって。だから言っただろ。今やお前たちごとき、私が敵だ。今の私がさらにお前たちを完全体を超えた。さらにスペシャルな完全体になれるやもしれない。もっとも、そこまで強くなってしまった。これから開催されるセルゲームはつまらないようにかもしれない。まさかこんな17号や18号よりさらに以前に作られたポンコツ。何をどうしたら私に勝てると思ったのか。少し考えればわかる。お前たちの出来がどうだったら私が生まれることもなかったのだから。貴様ら何を勝手に始めてやがる。カカロットを倒すのはこの俺だ。ジータおめまでオラを倒すつもりなんか。ジータだけならいいけんどよ、もっかいばっか相手が多すぎんぞ。またルールをわきまえないバカな人。いかんしょ、速やかにこっちを想像しなきゃねえぞ。このどうせじゃねえぞ。その程度でこの手だ。おめえもまだ本気じゃねえんだろ。はあ、これでなんとかなったかな。そうね、戻ってらっしゃい。一体どういうつもりか知らんが、貴様もセルゲームには参加。こいつはちょっと出らんねえかもな。けどもっとすげえやつが参加すっから安心して待ってろ。ようやったな。おかげで時の裂け目の力が弱まったぞ。なんとか歴史を修正できてよかったわ。もっとも黒幕…しかし黒幕なんぞ本当におるんか。やっぱり全部フィウのやつがやっとるんじゃ。可能性はあるけど、やり方はどうあれあの子が前回歴史を修正したのも事実なのよね。あれでいて意外と嘘はついていないのかも。しかしじゃな、
まあ今わからないことをとやかく言っても仕方ないわ。できることからやっていきましょう。なな時の裂け目はまだまだ残ってるわ。頼りにしてるわよ。コンタクトの皆さん、もうヒーロークロシアムは始めたかしら。最新バトルシミュレーターで楽しむ衝撃の超微妙バトル。あんなヒーローやこんなヒーロー、みんながあなたの思うがまま。組み合わせは無限大。あなただけの最強チームを作ってちょうだい。それじゃあ、三つ目の時の裂け目の修正を始めましょうか。時の裂け目の影響で、コントントが不安定になってきているの。あまり長い間、放置するわけにはいかないわ。ヒューは、いないわね。もう中に入っているのかしら。さて、今度はどの歴史に行くことになるのか。ちょっと楽しみね、なんて。お気楽すぎかしら。まあでもあなたなら。それじゃあ張り切っていってらっしゃい。もうちょっと強いのかなと思ったがな。俺に出させてくれよ本気を。お前もそろそろ実力を見せたらどうだ。力隠してるんだろう。いいだろう。今度の歴史改変ではダーブラが生き延びているのね。おい、あそこじゃ、ヒーローがおるぞ。今回はこういう思考でどうかな。今度は誰を連れてくる。あれ、私生きてる。それにあれはマジンブーン。あなたは誰。僕のことよりブーのことだよ。あいつは地球のみんなを。それだけじゃない、神の神殿にいたみんなも、君の大事なゴハン君も。そんな。でも全員がいなくなったわけじゃない。ほら、あ、パパ。敵は2対1。このままじゃせっかく生き残ったパパも殺されてしまう。パパも。ああ、そうだね。僕が力を貸してあげるよ。さあ、彼女と協力してもっと歴史をねじ曲げてよ。またややこしいことして。早くビーレルを倒して正気に戻すんじゃ。今。何なのあなた。私の邪魔をしないで。彼女には気の毒だけど、ここでブーを倒させるわけにはいかないわ。ここで食い。つまんないな。じゃあ僕の出番はないね。バイバーイ。
逃げちゃった。まあいいわ、まずはこのレそこをどいて。魔人ブーは私が倒すよ。ブーの仲間みたいだけど私を甘く見ないでよね。おめえの気持ちも分かったけど、ブーの相手はオラたちに任せてくれ。かわいそうだな、いかにも悪いわ。僕はデジットに任せるのが歴史の流れなんじゃ。甘え、ちょー甘え、うまくまだ負けたわけじゃない。悪いことをしているみたいで気がするの。あの痛い技をかけているんだよ。彼女が気絶したら、その後のことは先生に任せて、あなたはそのままダーブラに向かってちょうだい。よし、次はダーブラだ。こやつがいなくなる前、歴史の流れは元に戻ってくるぞ。おう、私を止めるつもりか。だが、そう簡単にうまくいくかな。あんなの手先ども。今、なんて言ったの？タイムパトローラーのことを知っているのか？実力は復活したての魔人ブーに遠く及ばなかったはず。こんなに強くなったのとはどういうことじゃ。しかもまだ本気を出しておらんように見える。小手調べはこれくらいにしておこう。時の海王神に伝えておけ。我が妹トアを手にかけた恨みは何倍にして返してやるとな。そんなものか。そんなものか。信じらんねえ。おめえほんとにすげえな。消えた。地球の、いえ、その歴史のどこにもいない。時空ごと移動したみたいね。ともかくこれであとはベジットとブーだけになったわね。あとは
本来の歴史の流れ通りになるはずだわ。お帰りなさい。大変なことが分かったの。国蔵庫まで来た。これはダーブラがクッキーにされてブーに食べられた歴史よ。この歴史が密かに改変されていたのよ。しかし特に異常は見られないようですが。まあ見ておれ。これはわしらが歴史改変に気づかないよう魔術で細工しておったんじゃ。おそらくトワが国蔵庫に現れた時、あらかじめこの歴史に干渉したんでしょうね。あの時ですか。ダーブラはトワに救い出され密かに力を蓄えていたんじゃろう。そして復讐のチャンスを狙っていたんじゃ。では今まで密かに歴史改変を引き起こしていたのはダーブラで間違いないでしょうね。あやつはトワの兄であり暗黒魔界の王。これまでの歴史改変の規模や大きさを考えてもかなりのエネルギーを蓄えておるじゃろう。今のあやつの実力は魔人ブー復活の時とは比べ物にならんはずじゃ。なるほど。かなりの強敵だと思っておくべきでしょうね。ピューのこともわからないままだけどダーブラは危険な相手よ。次の時の裂け目でも出てくるかもしれないわ。お疲れ様です。ようこそ。こんにちは。ようこそ。ようこそ。それじゃあ、新
究テスト開始や。せいなことをせんか、わしがしかと見ておるからな。おめえもまだ本気じゃねえんだろ。おほん、楽しい特別授業の始まりじゃ。くれぐれもしっかり参加するんじゃぞ。
ようこそ。オラ悟空、一応やってみっか。やれやれ、この辺りの地形が変わってしまいそうだぞ。自然は大切にしろよな。まったく鬱陶しい敵だね。服が汚れるじゃないか。なんだお前は。どうかな。俺たちに歯向かうつもりなら遊んでやるか。17号、いいからさっさとやっちゃおうよ。分かっちゃうな。18号、パワーレーダーが反応していたのはここか。私が完全体になる人間、人造人間17号と18号を吸収する必要がある。今の私の力で誰を相手にするのは少々厳しい。お前に期待しているぞ。もちろん完全体になった。お前もし、邪魔はないね。しまった、俺はお前を殺すために作られた。おめえなんか狂いやつだな。完全体にはさせんぞ。命知らずのバカが現れたな、バケモン。完全体とやらにさせるわけにはいかんぞ。ここで貴様の息の根を止めてやろう。こいつどこにこんな力を隠していたのか。そう来なくて面白くないぜ。ただものじゃない。信じらんねえ。おめえ本当にすげえな。
ようこそ。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 Já chega por hoje. Thanks for watching. I'll be back again tomorrow. Até logo.